眼科医の平松です。今日は白内障手術後見づらくなる人の特徴3選についてお話ししようと思います。白内障手術を受けるんだったら、まあ、やっぱ視力を良くしたいじゃないですか。でもなんか友達に聞いたら、なんか手術したら見づらくなったんだよとか、こんな感じで不自由になっちゃったって話を聞く人や、ネットで見て心配になる人もいると思います。じゃあどういう状態だと白内障手術後に見づらくなるのか、まあ、特徴的ないくつも理由あるにせよ3つについてお話しようと思うので、まあ、最後まで聞いていただければと思います。こんな感じで白内障の方法、白内障の手術、レンズの選び方っていうのは白内障再生リストっていうリストがありますので、まあ、そっちを見ていただけると、まあ、ぜひ参考になるんで見ていただければと思います。じゃあ本題に戻って、白内障、ね、手術後見づらくなる人の特徴3つ、先に結論だけお話しします。1個目、まあ、これは分かりやすいですね、まあ、手術によって見づらくなるってことですね。手術そのものの問題ってことです。2個目、病気の問題、つまり手術そのものは特に問題ないんだけれども、病気自体が変化して見づらくなるってパターンですね。で3つ目は設定の問題、つまり手術のそもそもの設定自体が違うっていうパターンですね、っていうのをお話しします。1個目、手術そのものの問題、もちろん手術の失敗によって見づらくなるっていうパターンもあるんですけど、意外と多いのは手術自体はそんなには問題ないんだけれども、もともとすごい難しい目だったとか、苦労して、しまって、それによって角膜といって、なんていうかな、透明な組織、本来だとこの目のね、ここの部分、ここが傷んでしまって見づらいだとか、あとは白内障の手術後すごい炎症が出てしまって、その炎症が全然引かないだとか、そういうようなタイプの人っていうのもいらっしゃるわけですね。はたまた、まあ、白内障の手術の時にも人工のレンズも入れられなくて、まあ、後で入れて、まあ、そして乱視が出てなんだかんだで見づらいとか、こういうような手術の問題もあります。ただこの手術の問題って全てが手術の失敗とも限らないんですよ。ちゃんとやってるんだけど視力が出ないとか悪くなっちゃうっていうパターンもあるので、失敗かどうかっていうのはまたちょっと別の問題ですね。まあ、それはそれでまた別の動画とか作ろうと思うんで、まずは手術関連でそもそも悪くなってしまう。ただこれより多いのは次とその次なので、まずこれもあるんですけど、全部これだと思って医者と話してしまうと、なんていうかな、医者がね、防御的になってしまうんですよ。いや、そうじゃないよって。つまり、なんていうかな、お互いの信頼感がゼロの状態だと、正しい説明もあんまりできなくなってしまうので、フラットに2番目、3番目の原因もあるということを知って、お話していただければ、思いますね。で、2番目の、そもそもの病気が悪くなる。これ一番多いパターンなんですよ。あ、一番目が3番目か。結構多いパターンなんですよ。これ何かっていうと、一番あるパターンは、黄斑変性症がある。あたまた、糖尿病も黄斑症がある。または、糖尿病網膜症がある。で、手術の後に、糖尿病の黄斑症、物を見る中心のむくみがひどくなっちゃうとか、手術の後に、加齢黄斑変性症、目の奥の、黄斑の状態が悪くなっちゃう。っていうのがあるんです。白内障手術がこれはね、綺麗にいっててもなるんですよ。例えば、血糖値がもともと高い。本当は下がってからやりたいんだけど、なかなかこの人血糖値下がらないから、まあ、しょうがないからもうここで白内障手術しようと。で、糖尿病網膜症もあって、まあ、本来は術前にレーザーとか本当は打っておきたかったんだけど、白内障強くてちょっと打てもしないと。で、白内障取ってからいろいろ治療しようと思ったら、白内障取ったっていう、このね、ちょっとしたダメージによって目に炎症が起きて、目の奥がむくんで視力が下がっちゃうっていうのが、まあ、結構あります。まあ、特にね、血糖値が悪い人。まあ、はたまた悪くはないけど長く糖尿病があったって人は、まあ、なりやすいですね。加齢黄斑変性症。これに関して言うと、まあ、一般的には、まあ、目に注射をしてね、悪化させないように治療してるわけじゃないですか。で、注射をしてて、まあ、安定してるな。じゃあ、そろそろ白内障を治しましょうってタイミングがある。ね。で、白内障を治しました。ってなって、ちょっとしたやっぱりダメージではあるけれども、それによって、黄斑にダメージがいって、で、出血してしまうだとか。むくんで視力が悪くなってしまって、また注射をしなきゃいけないとか、まあ、注射をしても元ぐらいは良くならないっていうことがあり得るんですね。このように黄斑の病気って白内障の手術やちょっとした手術の影響によってむくみやすいんですよ。実は元々何にもない人でも黄斑浮腫といって物を見る中心がむくむことがあるんですね。それは白内障手術単体でね、白内障手術をすることによって
何のね、問題もない。手術には異常もなかったし、全然問題ない人でも、たまたま目の奥にむくみが出ちゃうっていうことがあるんです。まあ、理由として二つ考えられてて、一つは、プロスタグランジン説って言って、まあ、目の手術をすることによって、プロスタグランジンっていう、まあ、なんていうかな、ホルモンというか、そういう生理活性物質というのが出て、それによってむくんじゃうんじゃないか。二つ目言われてるのが、光障害。白内障手術をするときの光の障害によって悪くなるんじゃないかなっていうふうに言われてますね。似たようなケースとしては、黄斑浮腫ではないけれども、網膜色素変性症、緑内障の人で、視野がもともと中心近くが悪い人の場合は、手術のときのちょっとしたダメージの変化によって、その中心視野がちょっと悪くなる。このちょっとが引き金になって、もともと視力は 1.0 出てたのが 0.1 以下になっちゃうとか。それもゼロではない。中心視野がやられてなければ、まあ、ほぼ起きないことなんですけど、中心視野が結構やられてると、緑内障で、白内障手術をしたことによって、視力がポンと落ちちゃう可能性っていうのもある。色素変性症もあります。っていうのがあるので、もともとお病気を持っていて、それがブワンと悪くなるっていうことはあり得る。それは手術の失敗じゃない。普通にある。っていうふうに思っていただけるといいかなって思います。結構これがね、なかなかこう、悪くなることもありますよって、わざわざ言わない先生も多いし、またまた、まあ、一応さらっとは言ってるんだけど、ね、あんまりそういうのって耳に入って横から抜けることもあるので、まあ聞いてなかった気がしちゃうってこともあるので、ちょっとそういうことは頭に入れていただけるといいと思います。で、三つ目。これが一番多いですね。一番多いのはこっち。設定の問題です。設定って何なのかっていうと、白内障手術は多焦点、単焦点ってあって、多焦点レンズだと遠くも近くも見える。これは、まあそんなに設定に問題があるってことはないと思います。ただし、認識の問題はあります。つまり、多焦点にすることによって、確かに視力としては 1.0 近く出たんだけど、なんか見づらいねっていうふうに感じるとか、はたまた、本来的には 1.0 出てるぐらいなんだけど、患者さんとして見ると、なんか見づらいから、上って見えてるんだけど、上って答えていいのかな？答えちゃダメだよねって思って、視力 1.0 近く見えるのに 0.6 ぐらいまで見えませんって言って、このぐらいだとさすがに見えるかって言って答えてみて、視力が下がったように出てくるとか。こういうパターンはね、多焦点でありますね。もう一つが、まあ、単焦点。つまり、どっかだけが見える。で、あるケースとしては、例えば、もともと遠くは見えてた人が、いや、私、中間にして、遠くも近くもまあまあ見える。これで十分なんですよ。って言って手術をしてみると、なんか遠く見えなくなっちゃったな。結構見えないんだけど、これ。ってなってみたりだとか、近視がもともとあった人が、いやー、私ね、メガネなしで遠くも見たいんですよ。ね、今までよりも、パカッと見えて、素晴らしい生活をしたい。と言って、遠くは見えるようにしたら、いや、なんか全然手元見えなくて、こんな見えないもんなんですか？いや、もっと見えると思ってたなぁ、みたいな感じで、視力が下がるというかね。これはね、強制視力は下がってるわけじゃない。つまり、メガネをかけた視力は下がらないんだけども、メガネをかけない視力は下がってしまって、とても生活に不自由を感じる。じゃ、こういう場合どうするかっていうと、まあ、レンズを入れ替えたりだとか、まあ、レーシックの手術をして、タッチアップっていう手術をすることもありますね。まあ一般的なレンズを入れ替えることの方が多いのかもしれないですけど、まあ、度数の差によりますね。すごい強い差だったらレンズ入れ替えるし、ちょっとした差だったらレーシックで補正するってことが多いかなっていうふうに思います。っていうふうに思っていただけるといいかなと思います。つまり、もう一回言うと3つ。1つはそもそも手術自体の問題。それは失敗というのもあるし、失敗以外もあるよってことですね。2個目としては、もともと持ってる病気が加速してしまうってことですね。それによって、むくんだり出血したりっていうことがあります。3つ目は設定。つまり、多焦点がこんなだと思わなかった。単焦点の見え方もこんなだと思わなかったってこともある。で、あなたがね、そうなってれば今日のことを参考にしてほしいし、あなたの友達が見えないっていう場合は、この3つのパターンが結構ありますんで、そこも聞いてみていただけるといいかなって思います。まあ、そこら辺はね、まあ、できれば主治医とちゃんと相談して、まあ、そこら辺話してくれるような主治医の、手術は受けた方がいいかなっていうふうに思います。もちろん技術は大切ですけれども。かつ、そこら辺のことを理解して、ちゃんとやってくれる。特にね、さっき言った悪くなりやすい病気を持ってる人、黄斑変性症、糖尿病網膜症、糖尿病黄斑症、緑内障、色素変性症がある人の場合は、事前にちゃんとそこら辺がコミュニケーション取れそうな主治医の白内障手術を受けた方がいいですね。なんで、ちょっと怪しいなと思ったら、手術だけ
ちゃんとしたところで受けるとか、まあ、そういう人も結構いらっしゃるので、まあ、それは検討した方がいいかなっていうふうに思います。まあ、今日の動画が参考になったって場合は、ぜひ高評価ボタンも押していただければと。まあ、そうした方がね、私たちが励みになったりして、まあ、いろいろアップできるので、よろしくお願いします。